こんにちは、プレミアムニート中手川純一です。今日はプレミアムニート入門第5回、プレミアムニートのスマホ術についてお話しさせていただきます。最近ですね、格安スマホというのが、話題になってますが、これはプレミアムニート にとっては、正解の選択になると思います。やはり、私の場合ですと格安スマホに変えたおかげで月4000円ほど浮かせることができましたので、その浮いたお金でお菓子とかチョコレートとか買えるんで幸せになれるかなと思います。あとですね、一つ注意していただきたいんですけども、格安スマホ通信料は安くなるんですが、通話料の割引とかがないので、電話を多くする人は通話料がかかって逆にそんなに安くないよっていう風になっちゃう場合があるので注意してください。まあ、私の場合は、ほとんど電話かかってきませんので、電話もしませんので、まあ、格安スマホがいい選択だと思います。で、まあ、電話たくさんする人はですね、無料の通話アプリというのを入れていただければ対応できるかなと思いますので、よく調べて試してみてください。あと一つですね、私の周り、今まで私 iPhoneを4年間使ってたんですけども、よく考えてみたんですが、果たして iPhone じゃないと成し遂げられない人生なのかということですね。私の周りにも iPhone じゃなきゃやだと言ってこだわって iPhone 使ってる方たくさんいらっしゃいますが、果たして本当に iPhone じゃないとその人の人生を成し遂げられないんでしょうか。一度よく考えてみてください。では次回ですね、は、プレミアムニート入門、プレミアムニートの仕事術パート2をお送りしたいと思います。それではまた。